勇ましくて、3分の1ぐらい顎が締めてる上に湾曲があってかっこいい。すごいですよね。手はいいよ。ちょっと待って平岡さん、衝撃的なスタートになりましたけど、神回だし、こいつもすごい、自己記録更新ですね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが平正さんです。平岡さんか。そうか、魚の方になった。平正、俺もうまいけどさ。どういうことなんですか。どこがうまいとかあるんですか。くるぶし。いや、もう軟骨みたいな感じで。マジ。ちょっと見せてください。うわあ、くるぶし一緒に出せるってこと。いやー、くるぶしと。ウエストウッディウォシカクワガタの採卵をします。うわ、僕今羽化してきて産卵セット組んでるやつ、はい、の、親が、はいはい、ランバージャックで2018年に買ったやつなんですよ。おお、なるほど、3年前。はい、それ以降僕ショップで見かけることができてないんで。まあ、もちろんそれぐらいなかなか希少価値の高いというかね。まあ、そうですね、出回らない。はい、全国のどこかでは販売されてるんですけど、うん、毎年このショップには絶対あるよねっていうわけでもないぐらいというか、うん、なるほどなるほど、最近で言うと、はいはい、っていう種類になるんで、うん、まあ、できるだけ卵は取りたいと。いや、そうやね。早速いきましょう。はい、今回、割り出すやつこちらです。はい、いや、そっち後ろごめんなさい。結構デカめのやつで、はい、ちなみに今が4回目の採卵になりますね。はいはい、もう3回済まして。はい、どうなんですか。実はですね、1回目5かな、5取れて、その時点で僕の中では自己最高タイ。わあ、そんなレベルだったんですよ。うん、それやっぱ難しい、まあ一癖あるって感じなんで。いや、だいぶ難しいね、印象的に。うん、僕も 4,5 回やってますけど。はいはい、で、その次も動画に上がってるんですけど、はい、それは1個。うん、わあ、まあそうか、はい、そんなんなんや。まあ、1個あってむしろ良かったねぐらいというか。すごいな。はい、そして、実は動画外で1回やって、はい、それがなんと5。わあ、また上がった。はい、11個取れてます。なるほど。だから、過去最高をがっつり更新したって感じ。あ、すごいですね。はい、なんでここでまた5ぐらい取ったらちょっと心に余裕が出るというか、産卵セット組んで早1ヶ月経ってるので、うわ、もうそろそろ落ちてくるはずではある。1は欲しいね。そうですね。で、とりあえず目標は5億。ドヒャー。リアルに、まあ、1個とりあえず取れれば、まあ、とりあえず OK かなとは思うんですけど、1個三森君的な目標で言えばで言ったら、やっぱまた5欲しいですね。おー、すごい貪欲ですね。期間的にも10日ぐらいかな。ほう、10日ぐらい経ってるんで、ありえなくはない。2日に1個産んでてほしいのと、あとは実は材を入れ替えたんですよ。はい、新しい材も入れたんで、ほうほうほう、それ気に入ってたらまた5とか産んでくれるんじゃないかなと思うんで。なるほどね。はい、そこも含めてちょっと行きましょう。いや、行こう。ちょっと緊張するね。緊張しかしないですけど。いや、でもこれ普通に追っかけられててすごいいい感じです。ほう、前回ね、カズミアイの時は、はいはい、ウエストウェディの足ね、はい、動画にできなかったんで、なかなか。はいはいはい。そう、それに比べたら、まあ、定期的にできてるから。ああ、いいですね。はい、ちょっとリアルなそわそわ感も楽しんでもらおうと思います。はい、じゃあちょっとまずここの産卵材、まあ、上から見ましょうか。そうですね、こんな感じですね。おお、こういうのに産んでくんの。はい、へー、もう結構反応が悪かった3本抜きました。なるほどね。はい、へー、これに3本入ってたんや、むしろ。そうですね、で3本追加したって感じです。あ、なるほどなるほど。はい、これかな、これとこれとこれかな。どんな感じで産むの。これがまあ表面に、顎で削って、はぁ、削った部分にお尻を突っ込んで産んで埋め戻すみたいな感じなんで、卵がある場所っていうのは分かりやすいです。なるほど。なんでこれを確認していきますんで、いきましょう。まず1個目、もうパッと見て分かる。まあ、そうですね、とりあえず、うん、表面で分かるの。際どいですね。際どい。はい、ちなみにこういう場所、これは取り出してるやつです。ああ、ここにね、はい、はいはいはい、っていう感じだったり、うん、削ったけど埋まなかったパターンみたいな、はいはいはい、感じなんで、ちょっとまあ希望はちょっと薄めかもしれないですね。うん、パッと見は、パッと見は、はい、でこれね、これももう細すぎて多分埋めないんですよね。あ、もう結構でも、もう、うん、そう、かじってはいるけどもっていう感じです。これもやっぱ厳しそうですね。すごいな、はい、こんなに産んでいくんやな。そうなんですよ。これもちなみにベトナム材っていう、うん、今では高級材とされてる。へえ、そうなんや。はい、ものによっては1本1万円とか、え、
するようなやつなんで、すごこれを僕は1000円ぐらいの時に購入したやつがまだ残ってるんで、そうまだ使えるんで、まあせっかくあるならいっぱい使おうっていうので今回は出し惜しみせず使ってる感じです。数見合いの時にちょっとまあちょっと貧乏症出たというか、ちょっとケチっちゃったね。ケチっちゃって残った、大失敗したんで、ああもうそれはしないでおこうと、もうしないでおこうと。なるほどね、はい、っていうのでもう出し惜しみせずやってます。なるほど。さあそしてこれも前のやつだな、前のやつですね。はい、まあ、もういくつか、あーどうだ、かじってはいるけど絶妙ですね。ここら辺はもう前取り出したやつで、あー絶妙ですね。どうだ、ちょっとわかんないな、これもわからない、うん、怖いな。さあでこっち、こっちの新しく、うん、はい、新しくしたやつ、まあ、こんな感じ。さあ、あどうだ、これはかじってる感じだ今のは。かじってはいますね、反応はしてるって感じですね。っていうことは、まあ、産もうとはしてるってことよね。そうですね、だからあとなんか、なんていうんですか、あとワンポイント足りなかったりするのかもしんない。なるほどな、まあ、ちょっと詳しく後で見るって感じかな、はいはい、でも、ちょっと微妙かもな、怖い。はい、で、これが一番今のところ期待してる新しく入れたベトナム剤、はい、がこちら。そう、あ、良さそうだぞ。何が分かるの、待って、良さそうですね。分からん、何も。これ、めっちゃいいですね、多分結構いってる感じある、期待できます。何も分からへん、何が違う、まあ、全然違うんですけど、かじってはいるけど。ちょっと待って、平岡さん、ありました。もう、はい、言ってたな、信じられない場所にありました、こちら。はいはい、1個目、卵。あ、ほんまにあるわありました。こんなところに、こんなんじゃないんや、ミキビみたいに、ほんとに。いや、こんなんじゃないです、これイレギュラーです。ちなみに今、うん、この水苔なんかめくって、ね、はい、水苔を普通にこうひっついてるだけだと思って、うん、ちょっと取っちゃったら出てきました。隠してたのかな、まさかの。まあ一応隠してたんでしょうね。しかも綺麗です。ちょっとこれ隠してみます。おー、すごいですね、こんな感じであるんや。いや、びっくりしました。これはあんまり見かけないパターンですか。そうですね、だから2個目がね、うん、2個目は多分こんなパターン珍しすぎるんで、へー、2個目あったら多分それが正常な、なるほど、普段の感じになるんで。いやでもすごい幸先良かった。いや良かった、1個はあったからね、はい、衝撃的なスタートになりましたけど。いやーすごいすごい、よく見つけたな。いや、よかった、びっくりしました。俺まさかないと思ったんですけど。確かに、でもまあ僕とかはやっぱそのどこら辺にあるかっていうのは分かってる状態からスタートなんで。まあそうかそうか、だから砂漠でもちょっと水がある場所知りながら探してるみたいな。平岡さんとかはもう砂漠全体から探さないといけないけど、まあ、まあまあまあそうやね、どこか地点は分からんもんな、はい、そういうことか。今砂漠に、まあ、ちょっと違うかもしれないです、うん、なんかピンとこんかったわ、はい、いや、わかります、僕もピンとこない中喋って続けてたな、はい、なんか優しい人に伝わればなわかるっていうコメントお待ちしてます、はい、お願いします。いやでもよかった、はい、素晴らしい。だから道具も必要なやつとかあるんですけど、はいはい、それ出す前にまさかの出てきた。なるほど、素晴らしい。さあこれ期待しかできないですよ、こいつがすごいね、ベトナム材が。わー、綺麗に安定してますね。だからやっぱ反応はいいですね。ただもちろん奈良材とか普通 の, あの販売されてるよう な, ような材の、はい、いいやつとかでも生んでくれると思います。ベトナム材、まあ今回はね、はい、出し惜しみせずに、ね、はい、今のところやっぱ僕はベトナム材にしか生んでないっていう結果っていうぐらいです、ね、ほうほうほう。でも人によっては全然その奈良材とかでもいけるよとかいう人もいるし、奈良材普通にランバージャックとかいろんなお店で売られてるような材です。あれを奈良材という、まあ、奈良だったりクヌギだったり、はあ、奈良って基本この2種類なんで、木の名前、そうです、そうです、はあ、コナラとか言うじゃないですか。ああ、はい、あの感じだと思います。はい、へえ、これでも最後にもう見たいけどね。そうね、これはもう最後です、これ最後です、はい、はい、期待しかない、期待しかない、はい、こいつね、すごい材で、はい、ちょっとここら辺から探しましょうか。まずやっぱあるの、この辺あるんじゃないかっていうところは、一応、まあ、基本的にもうここら辺とかかじってはいるけども、これまあ取り出したのかな。実はこれバームクーヘン的な感じで、うん、こう割れるんですよ、めくれるというか。あー、そうだからこれももともとここまでではなかったですけど太くて、へえ、あ、めくってめくってって、はい、めくって使ってるって感じです。へえ、なんですけどちょっともう掘り返したやつ、僕が、うん、一回じゃあもう過去ここにあったりした、ね、そうですね、あったりしたか、その卵はなかったけど
掘ってみたいな、ね、はい、かじられてただけだったりとかって感じなんですけど、ここだけちょっと様子おかしいというか、ちょっと埋め戻されてるんですよ。なるほどね。木の破片が、うんうん、確かに一応こうあります、ね、基本的にはないんですけど中に、うんうん、なんか詰め込まれてるみたいな、ここちょっとそうですよね、ちょっとだけ詰め込まれてるんで、はいはい、もしかしたらあるかもねっていう感じですね。ただ梅、綺麗な埋め戻しじゃないんで、やっぱ綺麗に埋め戻していくんや。そうですね。でも思ったよりかはしっかり戻されてるかもな。あ、でも結構あるぞ。もしかしたら、もしかしたらですね、もしかしたら、でもその周りの破片がたまたま入っちゃったパターンもあるんですけど、でもなんか埋め戻されてる風ですね。いや怖いね、慎重やね、ピンセットで、うん、ゆっくり。あ、でもいけそうじゃない、え、良さそうじゃない、あるかな、なんかありそうですね。いやあ、待って、やばいやばい、アリソンフォード、あー、アリソンフォード、ハリソンフォードみたいに流血来ました、出た、素晴らしい、すごい、気持ちいいな、気持ちいいですね、うん、あの本当にニキビの取り出すみたいな表現、最悪ですけど、ね、最悪やけど、今俺もこのアップしてる感じがそれ、はい、いや気持ちいいね、いやよかった、いやよかった、2個目アリソンフォード、アリソンフォードでした、いや素晴らしい、アリソンフォードでした、うわ投げな投げな、素晴らしいですね、いやよかった2個目、いやまさかここで1個取れたのでかいです、ちょっと思ってもなかったところですね、そうですね、結構深く、いや結構深いんですよ、頭全部突っ込むって感じです。へー、かじって、かじってガーかじって、お尻、お尻こう入れて産んで、またでこう埋め、周りを、はい、周りを削ってなのか埋め戻すんですよね、はい、すごいな、器用に守るために、いや産んでました、よかったよ、いやよかった、素晴らしい、さあさあさあ、もう他はなさそうですか、そうですね、他はもう取り除いてるか、ただかじってるだけなんで、なるほどなるほど、今の感じですね、なんとなくわかりました、はい、この感じでいきましょう、はい、でこれもね、これすごい反応してるんですよ、もともと一番取れてる材で、なるほど、結構過去にはね、そうですね、掘った跡があるんですけど、なんでこのハケで吐いていくと、うんうんうん、違和感あるのはここですけど、あ、これも一回まだ掘ってないの、まあ、なんか新しく削られてる形跡あるんで、ここら辺が、うん、もしかしたらですね、あれやね、はい、あ、でも、いやでも結構深く、確かに良さそうか、なんかいつもと違うからどうか分かんないですけど、埋め戻してる感じではないですね、でも分かんないんで、可能性もある、そうですね、うわー、なんか気持ちええな、これ気持ちええわ、え、マッサージ受けてますいや否定しないってことはそうじゃないですか、はい、いや、なかったですね、さあ、なかったな、なかったです、削っただけですね、いや、なかったな、でも、他はどうですか、あ、待って、ここ、ここめっちゃ綺麗に埋め戻してますね、ここ、本当に、そうですね、これあるかも、さあ、これも確かにね、あ、これ綺麗だ、これはありますね、か、ある感じしますか、あ、ありました、おー、すごい器用に、素晴らしい、3つ目、素晴らしいです、こんな順調なことあっていいん、順調ですね、今のところまあ木一つにつき1個出てるよ、そうですね、ペースで言うと、しかもまだあの1個目のやつなんてまだまだ、確かにありえる感じですね、うわ怖いな、これでも、いや怖いんですよ、もっといい方法あるんでしょうけど、う、一番安全なのはこの周りを、うん、はい、まあ、ここ、ここプラス頭ぐらいの、はいはい、サイズで掘るんで、うん、頭ぐらいの部分をこうくり抜くというか、ああなるほどね、って感じすれば卵ごといけるんで、はいはいはい、行ったり卵の周りを削って、うんうんうん、卵を横から取り出すみたいな感じでいけるんですけど、はいはい、どうしてもやっぱ高い材なんで、これはちょっと使えるんだったらね、はい、まあ、はい、やっぱできるだけ使いたいんで、はい、ピンセットかなっていう、僕は、さあ、でも素晴らしい、もう3つ目、あ、落ちちゃった、3つ目ですよ、すごいね、いや、すごい順調ですね、最後に見たやつ以外はちょっと正直パッと見の時は期待薄めかなと思ったんですけど、そうです、まさか他のやつからね、ちゃんと来るとは、いや素晴らしい、ね、ちょっと落とします、あ、いい、さあ出ました、素晴らしい、一等賞、素晴らしいですね、お尻出してますね、いや
あのくじ引き、福引きのイメージだった。いや一等賞すいませんごめん、お尻を出した子一等賞じゃなかったから。違うんですか。うん、順調ですね。そうですね。あとまだちょっと気になる場所あったんですよね、さっき見た感じ。ここはでも違うかなって感じですね。梅戻してるって感じじゃないですか。削っただけみたいな。うん、でもまあ油断してるとある可能性もあるんで、まあ、慎重に。まあね、うん、そうですね、ここも削っただけ。なんとなく分かりますよね。ああ、でもそうですよ、雰囲気やっぱ変わるんで、繊維と、なんていうんですか、ちょっとそうやな、はい、反抗してるというか。これさっきの場所？あれ？あ、ここか。ここです。ここはもしかしたら、あ、ありそう、ありそう。待って、あるかもしれない。出てこい。ここあったらマジですごいね。神回？神回だし、こいつもすごいね。自己記録更新ですね、確実に。多分これはなんかありますよ。長年やってるんで分かります。なさそうですね。いや分からんよ。あ、でも確かに分かんない、まだ。あ、待って、行きますよ。そう、あ、なかった。ありそうな感じでなかった。これ空打ちっていうんですよ、俗に。わー、空打ち。はい、めっちゃありそうな感じで。そう、産み戻してるのに卵ないパターン。なるほどね。自分でも産んだ錯覚に陥ってんのかな。そうですね。か、もう産もうとしたけど産めなかったパターン。なるほど。もう卵抱えてない的なのか、 あとはもうシンプルにしぼんじゃったパターンね、中で。ああ、そういうこともあるか、はい、なんですけど卵はなさそうですね。しぼんだ卵みたいなのもないんで、シンプルな殻打ちだと。殻打ちしたと思いますね。殻打ちが増えてくるともう産卵しなかったり、うん、無精卵が多くなったりする印象ですね。いや、まあ、僕の中では言ってもね、もう4回目なんで。まあそうですね。うん、もうだいぶそういうのもありえると。はい、で過去の僕からしたらもう十分ぐらい取れてるんで、うん、いや、そう、すごいね、はい、バンバン剤なんですけど。さあ、これね、さあ、だから僕はまだベトナム剤以外で産ましたことがなくて。これは何剤？これは、天然瓦剤です。天然瓦剤。だから天然で、天然の山の中で、はい、瓦菌糸によって、はいはいはい、こう朽ちてきた木、もうそのまんまみたいな、はい、だからもう、ね、すごい柔らかい材っていうので、二股クワガタとかちょっと難しいクワガタに定評があるって言われてる材になるんですけど、これに埋めるかどうか、はい、まあ、削ってはいるんですよ、まあ、反応はしてますよね、はい、反応はしてるけど埋め戻し方がいつもと違うんで、ちょっと雑になってます、ね、はい、どうか。あー、ちょっとただ削って、ちょっと削ったぐらいかな。どうだ、ここどうすか、ここ。そんな感じはする。雰囲気、確かに雰囲気ちょっと違う気しますよね。全然そんなことないです、はい、削ってない。削ってもなかったっぽかったけどな、はい、毛羽立ってる感じがあったあ、でもまあ産んでないか。産んでないですね、さすがに。やっぱり、うん、やっぱまあちょっとベトナム剤の方がやっぱ反応いいのは、うん、やっぱずっとそうなんだ。あるかな、はい。まあ、これはもう見なくていいぐらいですね。もうそうなんや、はい、もうただかじってるみたいな、もうなんかオブジェみたいなまあそうですねなんかこれはもう無理かな、はい。まあ、もしかしたらなくはないんで一応保管はしますけど、はい、これはもう産卵剤としては機能しなさそうです。まあ、うん、ここで真打ち登場ですよ。そうですね、こいつがどうなるか。もう早速1個目出してますからね。いや、そうなんですよ。いや、マジ出し惜しみしなくてよかったです、ね、いやすごいね。で、これはマジですごいっす、ね、ここ ね、 ここね、うん、いや、すごいね。これここに4つ一気にパン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 と埋め戻されてるんで、はいはいはい、いや、これ最初は何もわからんかったけど、はいはい、こいつすごいわ。これすごいっす、うん、全部あれば。そうっすね、7個ねになるね。すいません、猫にもなっちゃう。来世猫なんで。あー、来世ね、はい、じゃあ上の方から。はい、まずまあここはただ削ってるだけですね、はいはい、やっぱ様子違うのわかりますよね。わかるね、もうこんだけ見ると。その下のとこね、はい、ここすごいんで薄めの場所からいきましょうか。そうやな、まずここが多分あの水苔の場所ね、はいはいはい、だったんで、もしかしたら中にもう産んでるかもしんないけど。なるほど、はい、あれじゃあ確かにレアやな。レアです、パターン。そうですね、やっぱ守るために奥深くに産んでるんで、ちょっとここでやってみましょうか一旦、はい、埋め方的には中にも産んでそうなんですけど。イレギュラーで外に出てたのかな。すかもな。か、埋め戻した後に、だから家鍵、携帯忘れたみたいな感覚で、ちょっと、はい。もう埋め戻しちゃったし、めんどくさいからもうここ埋むかみたいな。出すの忘れてたって。はい。そ
のパターンか。あ、でも待って、ありそうだな、まだ深さあるよね。はい、深さ的にはまだ全然奥にある感じやもん。ありそうですけどね。あ、怖い怖いけど、ありそう、マジでありそうっす。鼓動が聞こえるな。うわー、言うね、自分にプレッシャーかけるタイプね。これは間違いないです、僕長年やってるんで。中学校の時からやっぱクワガタ、カブトムシ、外国産のやつブリードしてきてる僕だからこそ言えるこの自信かもしれないですね。自負があるわけね。はい、まあ、こんだけ幽霊から、そう、あるでしょう。確実に皆さんに、さあ、まあ、さあ見てみましょう。はい、まあ、いないですね。はい、いません。はい、そんなもんよ。めっちゃこんにちは。でも何でもないです。ただの青い、青好きなやつです。いや、確かに。すみません、やっぱ、頭、そうですね、さっきのやつなんですけど、うん、変なとこに産んでましたね。珍しい産み方。なんか、まあ、可愛い子には旅をさせろみたいな、そんな感じで、感じになってましたけど、はい。旅させちゃったんや。まあ、なんで、とりあえず、まあ、あったゾーンではありましたね、はい、とりあえず。さあ、さあ、そして、はい、平岡さん、あと4つなんですよ。実は。今僕も今気づいたんですけど、 そこと今これと、あ、これ、ね、うん、これとこれじゃないですか、うん、これこことここなんですよ。あ、2箇所に分かれてるの。はい、近場に、近場ですね。へえ、双子島みたいな感じになってますけど、あ、フリーザいそう。フリーザが多分こっちにいますね。あ、ちょっとまずここから行きましょうか。はい、ここがどうか、ちょっと浅めな感じですか。はい、あ、でも、いや、でも良さそう。あんじゃない。あ、どうだ。あ、ドキドキするな。あ、でも良さそうですね。深さあるよね。ただ土も混ざってるから掘り出しづらいですね。うわ、そういうこともあるんや。はい、もっといい方法ないんかな。まあでもこれぐらい慎重にやんないといけないハラハラ感もあるかもな。いや、でもそうよな。はい、ほんと宝探しみたいな感じよ。化石発掘。確かに本当にそうですね。あ、どうだ、雲行き怪しいか、これは。感じてないからな、三森が。確かにな、鼓動感じたらあるんですけどね。なかった。うわ、ないのか。完治ですね。いやー、ぽいのにな。すごくぽい穴でしたね。ちょっと空打ち増えてきたかもな、もしかしたら。ただまだ3箇所ある、まあ、3箇所あって、はい、ここで産んで空打ちで、うん、さっきあった空打ち、これかな、はいはいはい、これかどれかにあった、ありましたね、はい、これの後こっちに移行して、うん、こっち産んで空打ちパターン。だから今後もしかして空打ちが続くかもしれないっていう感じはあるかもしれないですね。さあ、はい、どうなるか。さあ、こっちから行くか。そのハイエールっぽい感じのとこ、はい、そうですね。ここめっちゃありそうやね。ここめっちゃ綺麗なんで完璧だと思う。ここはなんかありそうな感じするな、はい、ここ空打ちだったらもう厳しいかもな。あれ、あ、あったあった、あるあるある、ありましたね。あったあったあった、ありました、ありました。綺麗です。綺麗に埋め戻されてます、うん、虫キングがボロボロにされて、あの、アニメのね、はい、はい、木の材みたいな場所に針めちゃくちゃ刺されて、木の材の中にいる虫キングが、おう、で、もうみんなが虫キングがもうダメになった、おう、死んじゃったみたいな、泣いて落ち込んだ時に、おう、その中見たらチビキングが、お、まあ、ボロボロになりながら疲れて寝ちゃってる、はいはい、ところみたいに安らかにいますね。いや、アニメの虫キング多分終盤、はい、おそらくね、見てないからわからへんけど、いや、そのぐらいの綺麗な感じで、あれマジ泣きますからね。なあ、だってなあ、遠征行く時めっちゃあの曲流れもんな、はい、キロロのね、生きてこそあれ子供用のアニメじゃないですよ。いや、ほんまやな、重すぎるんだよ、話飛び飛びで3話ぐらい見されたけど、はい、いい回ってっていい話なんでぜひ見てない方見てください。アニメ虫キング、はい、Amazon プライムで見れたりするし、はい、YouTube でも多分上がってるんでね。ああ、そうだよ、セガの公式チャンネル。へえ、それで見て、あれ、これいい話じゃんってなって、僕は Amazon プライムで見たんで。なるほどね。待ちきれなくてね、なんか3話ずつ毎週なんか放送されてたんで、はいはい、やってますよね、そういう YouTube。 そう、最近ね、ありがたいですよね、ああいうの。優しく優しく、いくらをつまむように一つお箸でつまむよう、あの時の感覚で、はい、さあ、ゲットです。いくら一丁、いくら一丁、珍しい、一粒だけでさあ、4つ目、素晴らしい、4つ目。さあさあ、記録単位にあと1つ、しかも
穴は2つ。やりえるよ、更新来ました。こっちの方が綺麗なんで、はいはいはい、こっちから行きましょうか。まあそうですね、こっちにあった時の方がね。そうですね。さあ行きます。行きましょう。あ、でもこれも綺麗だな。戸田恵梨香ぐらい綺麗。いや綺麗、めちゃくちゃ好きやな俺。わかります。恵梨香お疲れ山です。いや何今スペックの戸田恵梨香、はい。もう僕見たことないですけど、スペック面白かったからね。あ、忘れましたけどね、だいぶ。僕も見たことないから分かんないです。なんか習字してたのは見たけど。さあどうでしょうか。もうちょいでそこに到達するんですか。はい、厳しいのかな。どうだ、こっちは。お、終わりました。おっと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 、素晴らしい、終わりました。さあ記録タイ、素晴らしい、31本。いや大谷、松井の記録を並んだ時、いや気を払えた。あーそっちかい。ややこしいな。同じような同じような本数で。ごめん。素晴らしい。いやいいですね。次6個目チャレンジですね。そうですね、はい。いやこれ2回連続で5個、うん、しかも5個とりあえずもう3回、はいはいはい、で今時点でもう16個になってるんで、すごいね。結構すごいですね。さあ行きましょうか。でもここの感じはもう産んでそうですよ。お、いやもうおめくれる、はい、お、え、水苔が あると、はい、すごいめくりやすいんですよ。どうだ、どうだ。いやこれありそう。いやでもめちゃくちゃありそうですけどね。わ、いややっぱ行く、何回やってもドキドキするな。また他の種類と違うドキドキもあるんでね、今まであんまり取れたことがないっていうドキドキが、すごいな。待ってください、平岡さん、もしかして見えたの。はい、わったー、ありました、すごい、ありました、記録更新、すごい、素晴らしいです。いやすごいね。いやこれは良かった。いや素晴らしいですね。いや良かった良かった。いやすごいな。いやすごい、うわ綺麗に、いや素晴らしい、めちゃくちゃ綺麗に。いや綺麗な埋め戻しでしたね。いやいい埋め戻しやな、これは。いい埋め戻しや。いやいやいや、埋め戻しシュルシュル論か。シュルシュル論か。ジュルジュル言っちゃってたな。いや素晴らしい。さあ記録更新6個。これね、変につまもうとして、うん、これシリコン製のピンセットでつまみやすいんですけど、はいはいはい、でも言っても上の力は結構かかっちゃうんで。なるほどね。卵に先がこうぶつかって押しちゃうと潰れる可能性あるんでね、幼虫も踏まえですけど、この辺は慎重に、はい、引っ張り出して最後で、なんとか取りました、はい、素晴らしい。いやすごいんじゃない。すごい、これで終了です。でも他はなさそうな感じですか。確かに、そうですね、まだ他、やっぱ周りは他は綺麗なんだな。そうですね、まだかじってないですね。面的にちょうど入れたのがその辺やったのかな。確かにな、一旦ここ来て、もしかしたら今後こっちの方とかも来るかもしれないですね。ちょっとかじってる風にはなってるんで、ここら辺とかもね、綺麗なんで。綺麗ですね。こっからまだ全然ありえそうですね。いやすごいね。素晴らしいです。いやよかった、よかった。結果、はい、まあもう皆さんもご存知だとは思いますが、はい、6個です。いやすごい。ここに1、2、3、4、5、6、しかも綺麗ですね。綺麗に6個、はい、はい、いやよかった、かった。しかも朗報で、はい、一番最初に採卵したやつは、うん、無事孵化し始めました。おお、すごい、はい、なんでまあもう有精卵は間違いないんで。なるほど、結果今17個か 17K、 そうですね、結構素晴らしいと思います。順調、はい、頑張ってくれてますメスが。いやよかったね。で一応これでこの材を戻すんですけど、はいはい、これがもう使わないのでちょっとあることします。あること、そうですね、必要なもんこちらです。はい、いやちゃんと出んのかい。おお、やってくれるね。ちゃんと出た時もすごい。やらんと思う。まずこれをもう、はい、使わない、入れないので、はい、この中にここに入れてた材たちを、はいはい、ここにもう管理してます。万が一、へー、卵があって、なるほど、幼虫がいた時にここから出てくることもあるのか、はい、そうです、もしかしたらですけど。へえ、なんでここに一応保管してます実は。なるほど。でまた空間が空くので、はい、
そこにもう一本もうベトナム材ぶっ込もうと思う。うわもう今回出し惜しみせえへんな。もうマジで出し惜しみしないです。管理ってそんな感じなの？これが漬物やん。あ、でも確かにこれあんま見る機会ないですよね。うん、ほんと漬物みたいな感じで。へえ。この何に入ってんのこれ？これは一応もともと産卵一番はぁ、あ、はぁはぁがもう、まあ、幼虫とかが食べて糞とか出して、はいはいはい、だったり、結構発酵した産卵一番です。へえ、そんな中にこう漬け込んでんや。そうですね、それでバクテリアをこうまとわせて、こうやっぱ土の中に埋め込み式じゃないんで、なるほど、ね、どうしても水分があると、はいはいはい、材がカビ生えちゃうんですよ。なるほど。カビ生えるのは別に悪いことじゃないんですけど、おうおうおう、まあ、青カビとかはちょっと良くないねっていうのはあるんですけど、それでも産んではくれるんですけど、はい、卵がそのカビとかに巻かれちゃったり。ああなるほど、はいはいはい、そういうパターンとかも出てくるんで、バクテリア剤にした方がいいかなっていう僕の中の見解は。はいはい。これすることによってバクテリアが木をまとうんで、はいはい、そのカビが生えづらくなるんで、はい、特に青カビはそういうためにこう漬物として。そうですね、漬け込んで、はあ、でバクテリアが浸透したら一応こう使えるみたいな。なるほどね。感じにしてます。まあこれの作り方も一応前々に多分動画上げてるんで、ぜひぜひ過去動画見てみてください。はい。さあそしてこれをなんかこの新しい新製5本組でやろうと思います。5本組、はい。これもねめちゃくちゃいいベトナム材なので、なんか取っちゃいます。なんか綺麗好きやなんや。多分まあそこでしょうね。怒ってんの？いやいや違います。まあでも取った方がまあ邪魔確かにかなとは思うんで、わかんないけど、なんとなくね、はい、もうどうせだってほんとすぐかじりたいやろうからな。そうですね、だからファミチキンを紙袋がないバージョンにしたいというか、うん、ああもうすぐかじりつけると、はい、すぐかじりたいから。ファミはでも僕袋をもらわないんですけど、直で。え、直で？はい。その袋いりますかって言われたら、あ、いらないです。え、あの紙袋はあれやな、紙包み紙みたいなの。あ、もういらないです。あ、いや、そのままそのままやば、はい、こいつお釣りと一緒に食べます。うわお釣りも食べちゃうやん。はい。で、これを5本入れていきます。はい、入れていきましょう。ちなみにメスも見せましょうか、まず。え、あ、てか平子さん見たことないですもん、ね、見たことないよ。あ、いたんや。そうです、います、います。まだ元気なのでちょっと見せましょうか。メスこちらです。はいはい、こんな感じなんや。はい、頑張ってんねんな。まだ元気そうで。こいつ頑張ってんや。めちゃくちゃ頑張ってくれてます。ちょっとまあ軽くはなってきたかなって感じですけど、気持ちやっぱもう体重がね。はい、でもまだ元気っぽいんで、まだ産んでくれると思います、うん、頑張ってな。あと17、はい、あと3で20よ。そうですね、20打てばね、うん、そうよね、新人王確実ですから、ほぼホームランね。はい、20打てば大体まあそうやな、うん、新人王いけるほぼ濃厚なんで、頑張ってほしいですね。うわー頑張りそう、はい、そうなってくるとオスも見たいですよね。いやオス見たいよ。そうですよね。どんなのか知らんねんもん。ただその前にちょっと卵も管理していいですか、ついでに。まあそうやね、はい、そこは大事や。先に、卵管理するやつこちら。はい、こちらです。出ました。もう先にマット入れてるんですけど。なるほど。これこのマットが、まあ、今回卵管理には初めて使うんですけど、はい、ハワイアンビートルの J01 の01、はい、万能なマット、いろいろと使えるやつですね。使い勝手がいいやつ。はい、これでこれも先に入れてるんで、はい、これを、あ、得意なやつね。はい、側面にこう、はい、分かりやすいようにね、開けちゃったりして。はい、開けちゃったり、開けちゃわなかったりして、して開けちゃわなかったり、開けちゃわなかったり、開けちゃったり。そして皆さん覚えてますでしょうか。はい、この6個の卵たちをもう入れていくと、はい、ポンポン、もう一緒に管理します。ポン、慎重に慎重に、4、そこそこですね。ポン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 と、はい、これで、でまあちょっと蓋すんだ。蓋を、まあ、実際やっぱ、ね、環境としてはね、蓋されてるもんな、はい、まあ、ちょっとした空間にはなってるんでね。いいな、秘密基地みたいで。あ、作ってましたよ、平子さん。うん、作ってたね。もうめっちゃ作ってました、僕。めっちゃ作るの？はいそんなことある？さあ、そしてオス。はい、オスオス、こちらです。はいはい、これのオスですね。これがウッディ。はい、この光沢感と、かっこいいね、はい、大きい顎。かっこいいわ。かっこいいんですよ。こんな
黒々としてるんや。そうなんですよ、黒ツヤがね、綺麗で、すごいね、顎がね、勇ましくて、うん、3分の1ぐらい顎が締めてる上に湾曲があってかっこいい。すごいですよね、そう、立体感があるとか、かっこいいですね。こいつやったんや、はい、ウエストウッディって。これが75で、うん、今休眠中なんですけど、それもちょっとせっかくなので見せます。はい、それが80ミリ台、これが70ミリ台で、はい、これぐらい雰囲気変わりますっていうので、こちらです。はい、はい、よー、やっぱ一回りごついね。ごつさも出ますよね。出るね。かっこいいね。かっこいいですね。こいつまだ休眠中で、メスを探してる状態なんですけど、メスが合うやつがいなくて。八丸と一緒ってこと？まあ八丸さん、まあその、そうか、うん、なんとかね、覆そうと思ったんですけど、そうですね、八丸よね、探して、はい、合うメスいいひんやんか。そうですね、うん、そう、まあ逆ですけどね、八丸さんは合わせようと思えば合わせられる。八丸が、いやいや、こう、ああ、こうウッディは、ウッディだね、八丸さんは合わせようとできないんで。そうだよね、はい、そう、こんな雰囲気がまた違う感じで、パッと見でも全然違いますね、はい、やっぱごついな。ごついですよね。ごついか、こいつ。そうそうそう、もう5ミリぐらいしか多分違わないと、10、あ、1センチ違うんですね、やっぱ違うよね、はい、だいぶ、うわー、勇ましい。だいぶ違います、やっぱ顎の感じが、うん、顎の太さが出るんで。うわー、すごいわ、強そう。かっこいいです。うわー、かっこいい。いや、よかった、この子の、うん、まあ、とりあえずこの右の子ですね、はい、こっちの子のと、このメスが頑張ってくれてるって感じです、今は。いや、すごい、はい、嬉しいな、素晴らしい。はい、はい、こいつも戻しましょうか。そうですね、はい、だ、まあ、うん、どうなんだろう、追いがけとかは必要ないかなと思います。このまま産卵セットに置いとこうかなと、うん、はい、頑張ってね。はい、いや、でも、もう十分すぎるぐらい頑張ってますけどね。いや、もう17今ね、はい、17産んでくれて、今はそんな数取れてなかったっていうウッディが。そうですね、最大で僕はだから、こ、今いるウッディの数が最大かもしれない。あ、それは言い過ぎたけど、言い過ぎちゃうとこもね、はい、あると。お茶目ですね。お茶目ですね。自分で言っちゃいますけど。でも、まあ、幼虫自体が家にいる数っていうのは最大は、はい、ほんと 4匹とかだったんで。おー、こっからね、しっかり孵化してくれたら今までで一番数と抱えられるかなと。ここからもやっぱ難しいな。まあ、孵化率悪かったりしますね。あー、そうなんや、はい、だから厳密に言うと、卵は6個取れて、うん、幼虫が4頭とかにしかならなかったとかはあります。なるほど、なるほど、はい、あ、違う、ごめんなさい、嘘でした。嘘ついてね、5個取れて、うん、幼虫が4の時もあったし、はい、で、5個取れて1だったパターンもあったしみたいな感じだったんで。はいはいはい、17取れて、どれぐらい孵化してくるかは正直まだ分かんないですね。ちょっと分からないですね、はい、でも、まあ、管理の仕方は結構変えたんで、前に比べて、うん、まあ、しっかり孵化してくれるかなとは思うんですけど、はい、はい、でそこは期待して。そうですね、やっていきましょう、はい、なんでこれをまた戻します。さあ、すごいな、こんなパンパンに詰めていくんや。そうですね、入るかなっていう、うん、いくんや、もう詰め込みます。さあ、いけるか、これ。これ割りましょうか。お、そういうこともある。はい、うわ、きゅう、柔らか。これめちゃくちゃ柔らかいんで、逆に柔らかすぎんのかなとも思うんですけど。柔らか、柔らか、ケーキやん。マジでケーキです。すごい、ケーキ、はい、うわー、美味しそう。美味しそうですよね、普通ケーキ、はい、あーあーあー、もぐ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 、美味しい。焼きだぞ。やば、こいつら。ウッディってよかったな、本当に。平均30ですからね。ほんまやで。これでメスも置いとくと。基本的に印象で言うと、この周りに産むんで、うん、上の方は産まないから、産んでる印象がないんで、僕は。はいはいはい。だから、この上に乗せる分には問題ないかなと思うんで、乗しときます。なるほど、そっち面は使わないっていう、はい、逆にこの上の面を使ってくれる可能性もある、うん、そうですね、はい、だから逆にここの断面とかも産まないかもしれないですね、うん、もしかしたら。あ、そうか、そうなるのか、うん、まあ、まあでも、まあ、そればっかりは分かんないんで、まあちょっとね、はい、そこはなんかちょっと乾燥してるんで、ちょっとだけ。よし、これで餌だけちょっと、はい、多めに。今のところ僕はもう採卵、うん、採卵する時にだけ、蓋を開けてるんで。なるほど、はい、その期間の間に
餌がなくならないように 5個ぐらい入れて、はい、結構食べんやな。でも一応今はやってますね。でもまあ毎回やっぱ2個ぐらいは残ってます。あ、5個入れてたら。でもまあ3つは食うんや、はい、まあ、3つは食ってますね。へえ、まあこっからどうか分かんないけど、もうちょい産んでくれたら一番。そうやね、嬉しいな。20までちょっと、はい、行ってくれたらいいね。そうですね。この今ゼリーを入れてる間をちょっと話させてもらいたいことがあって、ほう、あの拍手機能っていうのがあるんですよ。いわゆる動画にの下の方に拍手のマークみたいな、はい、それの拍手ボタンで、いわゆる投げ銭的なやつがあるんですけど、はいはいはい、気づかない間に結構あの拍手してくださってて。あ、そうなんや。そう、嬉しいですね。いや、ありがとうございます。いや、嬉しい。そう、だから祝ってくれるっていうのを。うわ、そう、誰が拍手したかは分かんないんですけど。あ、そういうのは出んな。何の動画で拍手したかとかは分かるんで。はいはいはい。いや、本当ありがとうございます。いや、本当にまた、はい、ぜひ拍手をぜひお願いします。お待ちしております。お待ちしてます。で、終了ですね。はい、まあゼリーはね、はい、こういった感じで、はい、まあちょっと各所に置いて、うん、はいはい、ちょっともう見づらいんですけどね。うん、食べるのかな。ちょっと食べてもらいましょう、うん、さあ、はい。あ、でも舐めそうですね。食べてね。はい。で、まあまた次動画撮れるかわかんないですけど、撮れたら撮りたいです。そうですね、はい。前回動画外でやって5個撮れたんで、うん、なんか動画にしとけばよかったって後悔したんで。いや、でも上回ってよかったですよ。それ上回ってよかったです。はい、はい、という感じになったんですけども、はい、どうでした。いやー、まさかね、このウッディで6撮れるとはまだあんま実感ないです。いや、全然実感ないけど、いや、でも普通に楽しかった、はいはい、あ、でも発掘する、化石発掘みたいな感じで。そうか、平岡さんしかも昆虫ハウスの方がカブトムシメインだから、うん、このタイプあんまないですね。そう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 、はい、このいうクワガタがまずほとんど僕はね見ることないんで。そうですね、それいい機会になりました、ね、いや、楽しかったです。はい、良かったです。まあでも、あとはまたウッディももちろんですけど、他の生態とかもどんどん動画上げていくと思うんで、はい、ぜひあの登録してない方はよかったらチャンネル登録もお待ちしてます。お待ちします。はい、そんな感じで今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。